さんにいろんな教育、いろんな楽しみをここで感じて、いろんなことを学んで成長していってほしいなと思っております。時にはお友達と喧嘩したりとか、いろんなことがあると思うんですけども、そういった中で将来大人になってからも子どもたちが大人になってからも大切なことっていうのは、その幼児期にいっぱい学べることでもあると思うんですね。でそういったことをここでいろいろ経験して学んで、成長していって伝えていってほしいなと思っております。これからも頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。代表取締役のサザード・ミルズキャラクターの挨拶をしています。ありがとうございます。皆様のおかげで、私はこういう学校で起こすことができて、本当に大変でございます。ちょうど本当に二十数年前、何をものも分からずに、この国に私が言葉も分からずに、言葉は習慣、文化、何も分からずにこの国で勉強して、一日日々努力されて、ここまで来て、それは私の努力よりも、私を支えてくれた先生たち、先輩、後輩、私の社員、いろんな友達に支えられて、ここまで来たことは、本当に皆さんに感謝です。特に私の友人であった鈴木さん、まあ、25年間一緒にいるのをありがとうございます。まあ、教育というものはね、戦後日本ができてから、まあ、戦後ですね、まあ、いろいろあって、結果的にこう教育に成功できたのが、いわゆる英語で言うとファーストフード一体、工場っていうか工場のですね、生産ラインと同じようで、同じようにパンと同じようなハンバーグを置けば同じようなハンバーグが出てくると、そういう教育制度が70年代からずっと続いて、ただ時代が変わってきて、で、まあ、健康分がね、日本を超えてきた、そういう一つのジレンマの国が見てるわけであって、さらにですね、この過去10年間にですね、ロケ化が進んでまして、結構車の壁を越えないと世界の戦えない、それはやっぱり日本人に一番欠かせるものであって、教育センターのことは私はできないんだけども、その辺の一歩をロスとつけることが私の宿命だと思って、こういうことができるように。教育というのが人間を教えることじゃなくて、人間に学ぼうことを教えることが教育であると、そういうことに信じています。で、そのことについてですね、いろんな、私もこの日本に来て20年間勉強して、初め教育に興味を持って4年前にカナダに学校を進みました。おかげさまで100名ぐらいの子どもたちが毎年来て勉強してもらっています。この20年間、いろんなこの国でいろんな世話であって、私がここまで成長したことも、まあ、日本と日本の日本人のおかげだと思っております。私の努力よりも支えられた人たちの力だと思っています。で、今の時期が私が大切なもの、この社会にできるもの、この社会がもうちょっと将来に良くなるためにはできることは教育しかないと思って、で、教育の場を設けてあげたいなと思って、で、教育というのが子どもに教えるものよりも国家を変えることであり、で、国家というのが一人どっちかで変えられない、社会全体が一丸になって変えないといけないわけですから、で、その一方をですね、踏み込むことが大事であって、その一方というのが、今日こういう形で踏むことができたことは、皆さんに感謝いたします。ありがとうございます。で、私、この学校というのが、ただその英語の学校ではございません。英語以外に日本の文化、歴史、やはり自分の歴史知らなくて言葉だけ喋れば、グローバル化はなりませんので、グローバル人材の育成というのが、自分のもと、これを分かってから、新しいものにチャレンジすることだから、そういうものはね、基礎にした教育制度を持っていきたいなと思っています。さらに、その子どもたちが、うちの学校に出てから、インターンに行くのか、日本の学校に行くのか、海外に行くのか、そういう形で皆さんにどこで行けるように教育していきたいと。で、うち、米国の有名な ITC というカリクラムがあって、それをね、採用してるわけであって、で今80、全世界82カ国でそれを使ってまして、で
日本でうちの学校が第2校になります。一つはラテンスクールだと思いますけども、そのカリキュラムというのがただ子供を預けるわけじゃなくて、毎年そのカリキュラムを持って子供の成長に守っていく。でからさらにそのあのいわゆる北米にあるフリースクールという同じ考え方で、子供が学校に行ったと小学校に行った時には大体のことを分かっている。でスムーズにその学校に入るような形になります。でそのためにいろんな人が、うちの社員ゆか子さんと、あと後ろに新井さんでいらっしゃって、ジョーズフィンさんと、あと、まあ、二人方々協力してないんだけども、で彼らはいろんな専門知識を持ってまして、そこは力を合わせていい形に提供できるような形にしたいなと。で、まあ、今から20年先30年先、我々の学校が で学校を卒業した子どもたちが社会に貢献できて成功することは思っております。皆さんありがとうございます。I think I have to speak something in English too, so because a lot of people they don't understand, or they do understand, but it's better to speak English. Thank you very much for coming today.